SSR とは、ステーブルコインサプライレシオの略語で、ビットコイン価格と、法定通貨及びステーブルコインの影響を可視化するために生まれた指標なんだ。ビットコインの供給量と、ステーブルコインの供給量の比率を示す指標なので、ビットコインの価格変動を予測する際に役立つんだ。具体的には、ビットコインの時価総額を、ステーブルコインの時価総額で割った数値が SSR だよ。SSR は、ビットコインに対する、ステーブルコインの開発力を示す指標として用いられ、SSR が高いほど、ステーブルコインからビットコインへの開発力が高いことを意味しているんだ。例えば、SSR が100の場合、ビットコインの価格が 1BTC あたり100万円と仮定すると、ステーブルコインでビットコインを 1BTC あたり1万円で購入できること、つまり、ステーブルコインからビットコインへの開発力が非常に強いことを意味するんだ。SSR はあくまでも一つの指標なので、他の指標と組み合わせて総合的に判断することが重要だよ。チャンネル登録よろしくお願いします。